はい、皆さんこんにちは。ハブコーディネーターのトミーです。今日は山奥の、すごく大自然あふれる岡山県の吉備中央町っていうところに来てます。はい、まあ、たまには大自然に触れながら一緒に、自然を満喫してもらえればなと思って、はい、まあ、すごく今日はいい天気で、あの今がチャンスだと思って撮影をさせてもらいました。はい、でこれはあのこの動画ちょっとぼやきというか、あの今までの私の経験とか、まあ、これからの今後の何ですかね、方向性とかそういうのも踏まえてお話をしていきたいなと思います。はい、一応これがあのこの動画のシリーズは何本か撮っていきたいと思ってて、で2月 の, あのもうすぐ終わるんですけど、まあ、今までの感謝も思いも、込めて、最近すごいね、動画の動画じゃないわYouTube のチャンネル登録者数が増えてます。ありがたいことに、ありがとうございます。はい、まあおかげさまで1年間続けてきてよかったなって思ってます。はい、はい、すいません、ちょっと三脚が倒れてしまったんで角度を変えて撮っていきたいと思います。はい、2月がもうすぐ終わるんですけど、最近そうですね、必勝講座とか一問一答のシリーズの動画をたくさん出してきたんですけど、まあ、あのメディカルハーブ検定がもうすぐ近くて、その、まあ、ワンツーレッスンというか個別レッスンを開始させてもらったんですが、その質問の中で、まあ、そのメディカルハーブもそうなんですけど、ハーブ&ライフとか環境香りしさとか、あとアロマテラピー検定とかですね、いろいろあると思うんですけど、それを一括でやってほしいみたいなお声がじゃあありました。はい、で、まあ、確かにそのハーブのみならずですね、アロマテラピーとかいろいろ勉強したいと思うんで、まあ、今回その、まあ、特別な、まあ、オファーにはなるんですけども、一括でやらせてもらおうかなと思ってます。はい、で価格に関してはちょっとまだ決めてないんですけど、あの一括でこのなんていうんですかね、メディカルハーブ検定とハーブ&ライフ検定、それから、アロマテラピー検定ですね、はい、あと環境香りしさと、あとナチュラルビューティースタイリスト、これの全部含めた、個別レッスンのこう何ですかね、レッスンを開始していきたいと思います。はい、で一応まあ、今回初めてなんで期間限定での募集にさせてもらおうと思うんですけど、まあ、興味がある方はぜひ、LINE の方で案内をしていきたいと思います。はい、今結構 LINE に登録いただいている方が最近増えてるんですけど、 LINE に登録いただいている方限定で、お問い、一応告知をお流ししたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあ、LINE に登録いただいている方はやっぱ少なからず私に興味持っていただいている方がちょっといらっしゃると思いますので、はい、LINE 限定で告知を流していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、まあ、結構破格な金額にしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。